皆さん、こんにちは。タレントの藤田ニコルさんと俳優の稲葉友さんが4日、結婚したことを発表しました。インスタグラムに連名のメッセージとツーショット写真をアップし、これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります、と綴りました。2人は2020年12月、週刊誌で交際が報じられていました。友人関係から交際に発展、藤田さんの家でデートを繰り返していると報じられていました。報告全文をご紹介します。平素より格別のお引き立てを賜り、心よりご礼申し上げます。私事で大変恐縮ではありますが、私ども稲葉友と藤田ニコルはこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります。人生で起こる困難な出来事にも手を取り合って立ち向かい、乗り越えていきたいと思います。そして、皆様に喜んでいただけるお仕事ができるよう精進してまいります。これからも、温かく見守っていただけたら幸いです。まだまだ未熟な二人ではありますので、今後ともご指導ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。とのことでした。そこで今回はこれまで噂されてきた歴代彼氏やみちょぱさんが明かした男性に対する考え、妊娠の噂などについてご紹介します。藤田ニコルさんが噂された歴代彼氏1人目は一般男性の大橋桃太郎さんです。藤田ニコルさんは高校1年生から3年生までの約2年半、一般男性の大橋桃太郎さんと交際していました。交際期間は2013年11月から2015年4月までの間です。2人の出会いは、藤田ニコルさんが中学3年生の時、友達の友達として出会いました。当時大橋桃太郎さんは藤田ニコルさんの2つ年上の高校生。大橋桃太郎さんは芸能人ではなく一般人ですが、ある方面ではかなり有名な人だそうです。藤田ニコルさんは中学3年生の時に大橋桃太郎さんと交際し、2ヶ月で破局、すぐに復縁し、1週間で破局しました。藤田ニコルさんが高校1年生の時に、あるテレビ番組がきっかけで3度目の交際がスタート。その後、交際8ヶ月目に藤田ニコルさんは大橋桃太郎さんとの交際をファンに報告、ニコモモとして人気カップルになり、中高生の理想のカップルと言われていたとか。しかし、2015年4月に2人は破局。藤田ニコルさんは2015年5月に自分のツイッターで大橋桃太郎さんとの破局を報告しています。2人の破局理由は、藤田ニコルさんのテレビ出演が急に増えたことで、大橋桃太郎さんは芸能人ではないのにテレビで話題になるのが嫌になったらしいです。2人目はバトシンさんです。藤田ニコルさんは2015年12月に放送されたバラエティ番組でハーフモデルのバトシンさんに告白。そのまま番組内でデートをしました。バトシンさんはスペイン系フィリピン人と日本人との間に生まれたハーフモデル。バトシンさんは現在元メンバーですが、当時は読者モデルで結成された音楽グループキスハグキスのメンバーの一人でした。藤田ニコルさんは番組後半のデート中にもう一度バトシンさんに告白。バトシンさんはその当時キスハグキスでデビューしたばかり、今は仕事が大事と断られてしまったとか。しかし、藤田ニコルさんとデートした番組直後、バトシンさんが他の人とデートしていたことが発覚。その相手は藤田ニコルさんが専属モデルをしている雑誌ポップティーンのモデルの武田玲奈さん。それを知った人たちからバトシンさんの売名行為ではと噂されました。その後、藤田ニコルさんは半年間バトシンさんに片思いをしていたそうですが、交際には至らなかったようです。3人目は小野健人さんです。当時18歳の藤田ニコルさんは2016年9月に放送されたバラエティ番組で俳優で9歳年上の小野健人さんと共演しました。このバラエティ番組は初対面の芸能人同士が1日限定の恋人になって疑似恋愛をする番組です。小野健人さんは藤田ニコルさんの1日限定彼氏として登場しました。小野健人さんは番組内で2人の京都デートが放送された後に
藤田ニコルさんがいるスタジオに登場し、お付き合いを前提に仲良くしていけたら嬉しいですと言ったそうです。そのことから藤田ニコルさんと小野健人さんの熱愛が噂になりました。しかし番組から1ヶ月後、他のバラエティ番組に出演した藤田ニコルさん、交際はしてないけど LINE でちょいちょい連絡を取ってると小野健人さんとの関係を話していたそうです。このことから藤田ニコルさんと小野健人さんは良い友達関係みたいです。4人目は年上の男性芸能人です。藤田ニコルさんは2016年の冬から2018年の春までの約1年半の間、年上の男性芸能人と交際していました。年上の男性芸能人が誰なのかは公表されていませんが、半同棲をしていたといいます。藤田ニコルさんは2018年11月に発売された自分の本で年上の男性芸能人との関係を暴露しました。その本の内容によると、藤田ニコルさんの方が年上の男性芸能人から振られたそうです。藤田ニコルさんはこの交際によってだいぶ自分が大人になれたと話していました。それだけでなく、藤田ニコルさんの親友のみちょぱさんによると、年上の男性芸能人はすごく優しくていい人、藤田ニコルさんも過去一だよねと言っていたそうです。そして5人目は今回結婚を発表された俳優の稲葉優さんです。藤田ニコルさんと稲葉優さんの熱愛報道によると、2人は元から友人同士で数ヶ月前から交際に発展したとか、2人の事務所もプライベートなことは本人任せと否定しなかったそうです。事務所公認の仲だったことがうかがえます。ここからは親友のみちょぱさんが明かした男性への考えについてご紹介します。藤田ニコルさんが2021年2月16日放送のロンドンハーツに出演した際のこと、親友みちょぱさんからの証言によって驚きの素顔が明かされました。この日の企画は格付けし合う女たち、一般の男女200人に男を見る目がなさそうな女をアンケートした内容でした。ここで4位につけたのが鷲見玲奈さん。ワースト3を免れた彼女は良かったと大喜びしていました。そんな彼女は前回、好きな男性から注文されたら裸エプロンもすると発言し話題を集めていました。そこでロンドンブーツ1号2号田村敦さんから、裸エプロンが嫌な人はと今回の格付けメンバーに聞くと、ほぼ全員が挙手する中、藤田ニコルさんは手を挙げず、ニコルはいいの？という質問に彼女はうんと即答しました。その堂々とした態度に淳さんが裸エプロンと驚いていると、みちょぱさんがこの子まあまあすごいんですよと男性からの要求を飲むタイプと告白していました。それに対し藤田ニコルさんは、やれって言われたらですよ、自らはやらないですと主張していました。好きな男性に対してはかなり尽くすタイプのようです。最後に妊娠疑惑について見ていきたいと思います。藤田ニコルさんが妊娠していると言われている一つ目の理由は妊娠についての発言からでした。藤田ニコルさんは2020年11月29日のラジオ番組みちょぱらに出演した際に、子供は早く欲しい人、作っちゃいなよと言われた時に作っちゃおうかなと発言していました。そんな発言を聞いたファンは妊娠しているのではと噂になっていました。しかしこの情報は藤田ニコルさんの妊娠の裏付けをされているわけではないので、この情報から藤田ニコルさんの妊娠は分かりませんでした。藤田ニコルさんが妊娠していると言われている2つ目の理由は交際報道からでした。藤田ニコルさんは2020年12月に週刊誌で仮面ライダー俳優として有名な稲葉優さんとの交際が報道されました。週刊誌では2人は長く友人関係だったが交際まで至ったと書かれていました。そんな報道を見た一部のファンがすでに妊娠しているのではと噂していることからでした。しかしこちらの情報もファンが勝手に予想しているだけであって、実際に藤田ニコルさんが妊娠している裏付けとなる情報ではありませんでした。そんなことからも現時点で藤田ニコルさんが妊娠している可能性は低いと考えます。今回の結婚発表でも妊娠はしておらず、仕事は継続するとのことでした。いかがだったでしょうか。今回は藤田ニコルさんと稲葉優さんとの結婚、
歴代彼氏、男性への考え、妊娠疑惑などについてご紹介しました。幸せいっぱいのお二人のますますのご活躍を期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。